さてお待たせしました、シェイウェーブ3人目のゲストをご紹介しましょう。今回のゲストはこの方です。どうぞ。皆さんはじめまして、シェイアニメおそ松さんからまず担当シェイユー中村ゆうじです。どうも中村さん、今日はよろしくお願いします。こんばんは。いやしかし、いや本当にね、びっくりしました。8万円もね払っちゃいました。そんなにかかっちゃうんですね。本当に驚きましたけどね。それからねなかなかつけなくなって今ね埃りかぶっています。まあそうなっちゃいますよね。本当トラウマですからね。ホットカーペットをね、うちは今年導入しまして。あ、そうですか。暖かいです。ですよね。あれって本当に暖かいですよね。あそこででも寝るとね、カラカラになるんですね。そうですよ。喉もカラカラになりますからね。皆さん気をつけてください。さあ、もう一つメールいきましょう。ペンネームガチャコさん、女性20歳の方ですね。どうも。そらさん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。私は毎日暇を持て余しているのですが、その割には夜寝られなくて困っています。かっこ笑い。お二人は眠れない夜どのように過ごしていますか。またいい暇つぶしの方法、最近のマイブームがあれば教えてください、ということでね、非常に盛りだくさんのメールです。眠れない夜ね、どうやって過ごすか、まずねそこから聞いていきたいと思います。一つ目からね。どうですか、眠れない夜いかがお過ごしですか。眠れない夜はね、はい、起きてるよ。なるほどね。眠れないんだ。なおせ眠れませんからね。眠れないんだもの。いつまでもテレビ見たりゲームしたりしますね。もうそう、疲れねえかな、俺って思いながら、ね、体を痛めつけちゃうよね。そうですよね。次の質問に行きましょう。暇つぶしの方法何かありますか。眠らなかった場合の暇つぶしの方法だよね。そうですね。何しようね。何しましょうね。だいたい暇なんてないと思いますけどね。きっとね、なんか無理に暇作ってね、なんかやることもあるでしょう。そうですね。だから、まあ、うん、日常でやれなかった、後回しにしていたことをここで。なるほどね。選択しなさい。あ、選択ね。選択しなさい。選択なんかね、するといいと思います。うん。毛玉取りもおすすめです。最近のマイブームあれば教えてください。話全然変わっちゃった。何かありますか？マイブーム。マイブームね。マイブームないよね。そうですか。ありません。ペンネーム、ニャンムクさん、女性17歳の方、どうもありがとう。皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週、おそ松さんを楽しみに拝見しています。ゴアのエスパーニャンコ、いつも兄弟の前では本音を言えない市松ですが、ちゃんと兄弟を思っている素直な気持ちを聞くことができ、また、猫を大事にしている優しい子だと感じました。市松と十四松のやりとりはとても温かく感動しました。弟のことをよく分かっているおそ松兄さんはさすがだと思いました。思ってばっかりですね。本当にいろいろ思ってるということがよく分かるメールでした。多感な時期ですよね。そうですね。思いやすいですからね。思いやすいですよ。はい、まあそんなわけでね、ゴアの感想ですけどね。はい、ゴアエスパーニャンコね、非常にいい話でしたね。大川さんもね。そうです。最高のお芝居で。そうでしたね。二度撮っただけありますよ。そうですね。大川さんね、最初はね、大川さんそのものでやられたんですよね。そうなんです。僕たちそれがね、すごく好きだったんですよね。それはツボだったんですよね。ツボでしたね。大川さんがね、本当にいい声のままね、にゃんこをやったんです。そうなんですよね。なんですけど、監督のね、こだわりだったんでしょうね。猫っぽくしてくれっていう、ね。頭からもう一回、ね。頭からもう一回。大川さん2回撮るというね。でもね、結果、オンエア見て、まあ確かに最高のお話で、感動のエピソードでしたね。だから監督が見えてるんですね、最後のフィルムの上がりがね。時々監督よくわかんないところで突然こだわりますからね。そうなんですよね。普段投げっぱなしなのに。そうなんです。普段ね、好きなようにやってくださいなんて言うんですけど、ちょっとエッチな話だけはね、もうガンガン首突っ込んできますからね。ちょっとエッチな話した時の監督のね、こだわりの解説、ね、音響監督を超えて自分でトークバックをしてきますからね。そうですよね。これはですね、このビデオメーカーの企画はビデオメーカーの企画はっていう話をねしてきたりしますからね。してましたね。しますよね。ちょっとニッチなブランドでみたいなことですよね。饒舌にね、一緒に飲み会行ってもね、すごく寡黙な監督なんですけどね、藤田さんってね。ちょっと何かあるんですよね。ちょっとエッチなことだけはもうガンガン来るっていうね。そうですね。ですね。いつかこの場でも話を聞きたいですね。そうですよね。来てもらいたいですね。そんなちょっとエッチなメールばっかりね、読んでやりたいなって思いますけどね。そうですね。まあその大川さんバージョンね、非常に良かったんでね、DVD でね、なんか別トラックなんかで入ったらいいななんて勝手に思ってますけど、絶対入らないと思います。そうですね。そうですよね。入らないでしょうね。入らないでしょうね。
最初からね希望の芽は摘んでいこうかなと思ってるんで、ね、そうですね、皆さんは聞くことありませんよ。